市町屋デリビア新加入選手会見にお越しいただきましてありがとうございます。早速会の方を始めたいと思います。まずはじめに、金井正ジェネラルマネージャーより挨拶および2019シーズンの目標について語っていただきます。手元の前から皆さんこんにちは。本日は山の上まで、そういうところをお呼びいただきましてありがとうございました。本日は、新入団選手の会見ということで、お時間を取らせていただきました。FC 町田ゼルビアが J2 に戻った年16年から、昨年まで16年は残留がミッション、17年は定着、そして昨年はさらなる夢に向かう年と位置づけて、取り組みまして、皆様ご案内のように、最終順位は4位でありましたが、町クラブから成長してきた、小さなクラブが精一杯の活躍をして、成績を出した素晴らしい、1年間であったと思います。で一方で、サイバーエージェントの傘下に入ることができまして、施設面での拡充というところからのスタートで、19シーズンは夢のあるものということで、皆様のご期待も大きかろうと思いますが、まずは私どもそもそもが、今シーズンも18年度も今シーズンとか18年度の決算が、下から17年度の他の経営情報と引き合わせますと下から5番目ということで18番目の経営規模に当たります。で、サイバーさんの傘下に入って19年度は少し経営規模を拡大しましょうということで今予算組に取り組んでございますが、それを果たしたとしても J2 でもまだまだちょうど中規模の真ん中あたりの規模のクラブということで、やはり大きな期待はいただいてはおるとは思いますが、身の丈に合った成長をし続けながら、早期の20億円規模のクラブですね、大体今20億円になると J1 へ行かれる、まあ、大体松本山川さんの経営規模が20億なんですが、そこへ、できるだけ、まあ、急ぎながらもあまり急激な背伸びをしてしまうと逆にクラブが、まあ、ある意味崩れてしまうというようなことの中で、少しずつ着実にという今やっている中での今年のチーム編成になってございます。なので、まずは J1 仕様にふさわしいクラブになれるかどうかというのが、今シーズンの取り組みになります。そういった中で、まあ、藤田オーナーもここまでの私どもの歩みについては、質実貢献というようなことで、表現してくださっているように、期待、皆様の期待は大きいのは、大変ありがたいことなんですけども、一気に、大きなクラブになるということは当然、今まで地道にやってきたチーム編成だとかクラブの歩みから申し上げますと、それは本意であるところではないので、まず堅実に今期もチーム編成に取り組んでまいりました。そういった中で、昨シーズンも平均レギュラーの年齢が最後の方は26歳まで若返ったこともございますので、今シーズンも新人ではアカデミーから昇格した橋村ジョセフ、それから米子北高校から佐野海舟君ということで、高卒の新人を久しぶりにというか2名、加盟させたのもこの若返ることと、それから一つ私どもが意識しているのは2020年の東京オリパラに向けてクラブも成長していって、J1 仕様になりましょうという目標は16年に戻ってきた時に掲げてきた目標でございますので、それは引き続き目指していきましょうということで取り組む中で、
2020年の東京オリンピックにも入れるかどうかというような、そういった選手も加味しながらのチーム編成になってございます。またそれ以外の移籍あるいはレンタルで加入してくれた諸君についても、先ほど申し上げたように質実貢献ということでは、この相馬体制の6年目になりますので、一体感のあるチームの戦い方に合わせて、そこで、成功したい選手、成長したい選手、出場チャンスを見出したい選手、自分を証明したい選手ということで、ある思いを持って、渇望せし者というんですかね、自分の中で思いのある人たちに集まっていただけたと思っておりますので、そういった中でまた相馬監督のもとトレーニングしっかりやって、チームとしては、一体感のある戦い方を展開し、各選手諸君においてはそれぞれの特徴を個性を出していただく中で、非常に今シーズンは難しいシーズンになるっていうのは重々承知の上で難しいシーズンになりながらもワクワク取り組めればいいなということで、取り組んでまいります。で、個別の選手の紹介とかは今後に委ねますが、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして丸山教科部長より挨拶させていただきます。はい、改めましてこんにちは。日頃より FC 町田テレビアに、多大なるご理解とご協力いただきありがとうございます。2019年シーズンもぜひ皆様の、お力をお借りして、どんどん FC 町田テレビアを発信していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。相馬体制、6年目ということに、なります。現状26名の選手の、スタートに、なります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。続きまして新加入選手より挨拶をさせていただきます。方法ですが、まず選手が1人ずつ挨拶をさせていただきます。その後に、追加の紹介ということで丸山教科部長の方から選手の紹介がございます。そういったところでやらせていただければと思います。早野選手から受け回りで伺おうと思っております。どうぞ。皆さんこんにちは。早野剛といいます。栃木SCから加入しました。僕は地元が町田なので、FC 町田デルビアに、加入することができて、とても、嬉しく思っています。それと同時にこう地元を背負ってプレーするということに対してはすごく身の引き締まる思いを感じていて、昨年の、FC 町田デルビアの J2 での戦いに自分の何かをこうプラスしてこうチームに、少しでも貢献できたらなと思っています。早間剛選手ですが、皆さんご存じ通り、町田、ナルセサッカークラブの、出身であります。今、本人が言ったことが本当に全てだと思うんですが、私も彼と年末に話をしたときに、彼のことももちろん町田出身でずっと見てたこともあるので、ただプロに入ってね、なかなかちょっと壁に当たって、彼が思い描いている我が未来は描けてないっていうこともずっと知ってましたし見てました。なのでまず早間剛はこんなもんじゃない、姿をぜひデルビアで示してほしいっていう注文というかそういう話を、させていただきました。やはり地元でプレーするっていうのは、中途半端な、ね、やっぱり思いじゃできないと思いますので、それを乗り越えてぜひ町田の子供たちに夢や希望を与えるようなそんな選手になって、このデビューを引っ張っていただけたらと、期待していますので、はい、以上です。次まして岡田選手お願いします。皆さんこんにちは。早稲田大学に加入しました、岡田由紀です。自分は川崎出身ですが FC 町田デビューが大きくなっていく姿をずっと隣から見てました。Jリーグの中で一番すごい夢のあるチームだと思っています。そこの、夢の実現のために、このタイミングで加入できることを本当に嬉しく思っています。個人としてもその夢に貢献できるような、
プレーをゴールという形で、もしまた一体感のチームに関わるということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。岡田選手ですが、昨年、早稲田大学、で関東大学リーグの、得点を、まあ、主将としても、優勝に導いた、選手であります。やはりその姿というのは、本当にクラブにとっても誇らしいものでありました。彼は、まあ、攻撃的なポジションだったらどこでも、できますし、やはりこうアクセントといいますか、シュートのタイミングだったり、そういうものは他の選手とは違うものがあるからこそ、そういう得点能力に欠けているものが、あると思いますので、その点を、非常に期待して、今後のゼルビアを、どんどん引っ張ってもらえるような選手になってくれることを期待しています。こんにちは、皆さん、チョン・ショウエです。去年半年間は横浜 FC でやって、その後半年間はパジャの岡山でやってました。今年は町田のチェルビアン選手になったから本当に嬉しいです。これから頑張るから今年応援してください。よろしくお願いします。ジョン・ジュン君選手ですが、やはりまあ、サポーターの方も、結構横浜 FC さんと対戦したときに、まあ、印象残っている一人の選手じゃないかなと思います。実際私もそうでした。右サイドやっぱり、駆け上がる、パワフルな、プレーっていうのは、相手にとって脅威でした。それが、今年度我々のチームに入って、それを示してくれるっていうのはものすごく楽しみな、選手です。ね、日本語もこうやって素晴らしいんで、ぜひメディアの皆さんもどんどん声をかけていただいて、ね、チームの、中心として活躍していることを、期待しています。以上です。皆さんこんにちは、FC 東京からやってまいりました山田正之です。主にポジションは、守備的、まあ、センターバックだったりサイドバックを、やらせていただいてます。まずはこのチームの一員になれたことをすごく嬉しく思います。本当に僕個人としては、まあ、そういう充実感だったり、勝つこと、試合に出ることっていうことに関して本当にとにかく増えているので、そういう気持ちの部分をまずは見てもらって、早くこのチームに認められるような選手になりたいと思います。よろしくお願いします。はい、彼も法政大学さんに行ったときは、本当にこう能力が高い選手だなということで見ておりました。FC東京さんに入りまして、なかなか本来の彼本来の、パフォーマンスを示せてないっていうここ2年だっていうのは、本人も今の試合にやっぱり飢えているってことも言ってましたが、やっぱりそれが全てだと思います。もともと強さだったり、高さだったり、本当センターバックとしての能力はものすごいもの、潜在能力を持ってますので、ぜひ、試合に出て、彼が成長してそれがチームの勝利に貢献する姿をぜひ、示してもらいたいなと思って、期待しています。以上です。次は松田選手、お願いします。初めまして、ゴールキーパーの松田拓也です。昨年まで長崎でプレーさせていただきました。昨年までこのチームに在籍していらっしゃいました高原さんのようなチームに愛されるゴールキーパーを目指して、J1 昇格も目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。増田拓也選手ですが、2年前に長崎さんが、J1 に昇格した際、彼がいたからこそ長崎さんが J1 に昇格したというふうに相馬にも、相馬もそういうふうに言ってましたし、実際、フルで活躍した姿というのは素晴らしかったなと思います。もう本当にこう話してみても、どこかの企業で就職したことがあるような本当に素晴らしい対応ができる、
人間性を持った選手だなと思いますし、それがピッチの上でもやはりこう非常に、キーパーのポジションからポジティブな言葉が出てる、まあ、表情もそうですけど、それっていうのはものすごく周りに安定感を与えることにもやっぱりつながると思いますし、その、ストロングポイントをぜひチームの勝利のために貢献、してくれることを、期待しています。以上です。皆さんこんにちは。米子北高校から来ました佐野海舟です。プロのスタートをこの町田ゼリビアでスタートできて本当に嬉しく思っています。自分はボランチで持ち味が体力だったり誰にも負けない球際の部分だと思うんで、それをしっかり発揮して J1 昇格に少しでも貢献できるようにやっていきたいと思います。これからよろしくお願いします。はい、佐野海舟選手ですが、今年度の、選手権、見てた方もいらっしゃると思うんですが、本当でしたら明日準決勝が、埼玉スタジアムであるはずなので、そこに本当は立ててほしかったっていう話を、2回戦の、試合が終わった後に、まだまだこの選手権は物足りなかったねという話も本人がさせてもらいました。ただ、高校選手権の試合を見てても、常にボールに絡むといいますか、引き察知能力がものすごい、あるなというか、ちょっとやっぱり心を驚かされた、シーンというのが随所に高校選手権を見ることができました。高校を卒業してゼリビアに入ってくるっていうことは、やはりこう将来を、ね、沿って背負って、チームの、未来を、背負って、ぜひゼリビアを引っ張っていってもらいたい世代でありますので、ぜひ期待しています。以上です。皆さんこんにちは。町田ゼリビアユースから来ました橋村優ジョセフです。小さい頃からこのクラブにお世話になっているので、その恩返しとして J1 昇格に大きく貢献できるように、そして町田で名前が残るような選手になりたいと思っています。よろしくお願いします。橋村優ジョセフ選手ですが、彼には、本当にこのクラブの人たちの思いがたくさん、期待も込めてあります。やはりこう育成から育った選手がプロで、加わるということは今のアカデミーの子どもたちの目標にならなければいけませんし、模範にもならなきゃいけないと思います。で彼はそれを、示さなきゃいけない役割がそこにはあると思います。やはりもう2年前に、まあ、短い間ですがデビューしたっていうのもありますが、まだまだこれから成長してこのゼリビアをどんどん引っ張っていってもらえるような存在になってくれることを期待しています。以上です。こんにちは。アビスの福岡から完全移籍で加入しました平尾壮です。昨年対戦した時に最後まで諦めない姿勢だったりチーム一体感っていうものをすごくもうひしひし感じたので、そういうチームでプレーできることをすごく嬉しく思ってます。自分の特徴はサイドバックですが、攻撃的なプレーだったりオーバーラップだったりそういう面だと思うので、町田のスタジアムでそういうプレーがたくさんできるように頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、平尾壮選手ですが、もともとフォワードの選手なので、今本人が、言った通り、攻撃力に、期待しています。まあ、スピードもありますし、今いる選手にはないものを彼は備えていると、いうことで、期待をしています。ディフェンスのところも、また新たに、まあ、しっかり、まあ、勉強というかしていただいてしてもらって、右サイド特に、まあ、両サイドももちろんできるんですが、サイドから、
攻撃の起点になるようなプレーを期待しています。以上です。こんにちは、FC 東京から加入します、富樫啓満です。プロ4年目で3チーム目になりますが、FC 東京では、まあ、レンタル移籍だった中でこう席を置かせていただくというのは2チーム目でまたすごい新鮮な気持ちです。ゼルビアの終盤戦の試合を何試合か見させてもらって、そのライセンスの問題でこうなかなか、まあ、もどかしい気持ちがある中、まあ、選手たちがじゃあ何を目指してあの試合を望んでいたかというのがひしひしと伝わってくる試合を何試合か見た中で、あのこのチームで貢献したいという思いが、どんどん出てきて、 そうですね、でその思いを必ずこの年で実現させたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、富樫啓満選手ですが、非常に、皆さんからも期待をされている一人じゃないかなと思います。今まで在籍したチームの、立ち位置とは、やはりこのクラブの立ち位置とでは、違うものがあると思います。彼の、まあ、特徴はやはり背後に出て、パワフルなプレーでゴールに、結びつく、プレーを期待してますし、やはりこうもうエースとしてゼルビアを引っ張って、チームの勝利のために貢献してくれる姿っていうのを、ぜひ期待したいなと思っております。以上です。続きまして質疑応答に入らさせていただきます。ご質問ある方は挙手に。その前にちょっと補足打足ですけど、はい、選手以外にもあの教科部が補強しましたので、後ろにいますけど平本和樹があの今シーズン12月1日付で強化部に入りましたので、まあ、一応あの公表しておきますので、あの今後はあの後ろの選手諸君をサポートする立場で、特に皆さんの前にも顔を出しますので、よろしくお見知りおきください。よろしくお願いします。それでは質疑応答の方に入らせていただきます。ご質問ある方は挙手にて社名等を名乗っていただいた後に、質問をお願いします。また、誰に対する質問なのかというのをちょっと明確にしていただいて、ご質問の方をお願いできればと思います。それではよろしくお願いします。はい、マイクを持ちます。タウンニュースの杉と申します。丸山教科部長にお伺いしたいんですが、昨年の平戸選手の穴をどう埋めていくというのが今回の選手補強の中には考えてしまいますか。はい、もちろん彼の、示してくれたということは、まあ、大きかったことはありますが、ただ、まあ、相馬サッカーというのは本当にもう全員攻撃全員守備ということで、日々厳しいトレーニングをしていますので、やはり彼がいなくなったからといってまた、ネガティブに捉えることではなく、また新たな選手がこうやってチームに加わってくれたことは私は非常にポジティブだと思っています。ね、彼らの本当に特徴を出してもらえれば、それ以上のものもやっぱり示せると思いますし、やっぱり進化をしなければ、今後にもつながってこないというふうに思ってますので、その点、新しい選手もそうですが既存の選手がしっかりやってくれると思ってますので、はい、あの心配はしてません。はい、その他ある方いらっしゃいますか。はい、フリーランスの君です。よろしくお願いします。海ジムと、選手全員にちょっと質問があるんですけども、海ジムの方にまずあの去年あのクラブとして6位内という数値目標を掲げたと思うんですけども、攻撃の目標に関してそういうなんか具体的な数字の目標みたいなのはあるんでしょうか。あの今日午前中にですね、スタジオのトレーニング前に、まあ、決断式ということで、チームそれから会社ですね、あとアカデミーも含めて、吉村先生に関わる全ての人間が一度に返しまして、まあ、お話をしていく中で、
やはりこのトップチーム周りについては、昨年は6位以内ということを総務さんが、そのままライセンスがない中でもあえて宣言をしてチャレンジをし、まあ、それを果たしていただくくれたわけですから、今期については当然チームの方がね、またそれ以上ということを目標には掲げていくことで、我々クラブとしてはライセンスを J1 ライセンスを取得することを取りに行くということで、まあ、選手の前でお約束をしましたので、まあ、名実ともに J1 を目指すシーズン、ただ一方で申し上げたように、まあ、身の丈ということで言うとまだまだミドルクラスっていうか、J2 の中でも中規模のクラブなので、そこは地に足をつけて取り組みますが、目標ということではやはり昨年以上のものを掲げていかなきゃならないシーズンであるとは考えております。選手全員にお伺いしたいんですけど、2つあります。1個は、ご自身のプレイヤーとしてのストロングポイント、もう1つはサポーターになっておられたりというリクエストがあれば、その2つ聞かせてください。ストロングポイントは、まあ、シュートだったり、パスだったりという攻撃的なプレーで、まあ、特に数字に残る、プレーを期待してもらえたらなと思います。そうですね、まあ、早間でもゴールでも何でも、本当何でも大丈夫です。ストロングというのは特にこれというよりもむしろゴールに向かうプレー全般をやっぱ見てほしいというのがあります。その一つの技術にこう依存することなく全てのプレーでゴールを出せるプレーを出してきたので、そこを注目してほしいと思います。うなぎに関してはまだ僕も新卒1年目なので、これからサポーターの皆さんに作っていただけたらと思います。以上です。スローポイントはスピードとディブルで、はい、それかな普通の名前 で横浜ではチョーンで呼んで、岡山はチュン君で呼んだから、まあ、チョーンが僕はなんか好きですね。はい、僕個人の、まあ、ストロングポイントは、まあ、守備に関して言うと、まあ、必要な要素というところに関しては、まあ、自分なりに、どのポイントやっぱりスピードだったり、守備を守る部分だったり空中戦だったり、そういうあらゆる面の部分は、ある程度、できると思っていて、その中でもやっぱり、レベルの高い相手にどうやっていくかっていうのが自分の中で今課題でもあるので、そこは、そういう特徴を出しつつ、よりそこのあらゆる面を成長させていけたらなと思います。呼び名はまあ何でも大丈夫です。ストロングポイントはチームの守備に安定感をもたらすことと自分は思っています。呼び名というか、サポーターの皆様に、認められるような守護神を目指して頑張っていきたいと思います。自分のストロングポイントは守備から攻撃のスイッチになるようなプレーだと思ってます。呼び名はみんなからは回収というふうに呼ばれているので回収で大丈夫です。自分のストロングポイントは前での起点になる作りだったり、あとはフォワードなんで得点を取ることを見てほしいです。呼び名は西トラックの時と一緒でジョセフでお願いします。ストロングポイントはドリブルだったりオーバーラップだったり、そういう攻撃的な部分を見てください。呼び名はそうでお願いします。お願いします。
ストロングポイントは森山さんも言ってくれたように、あの裏取りだとか、まあ、守備も攻撃も、うん、チームのためにっていうのが僕の中ではぶらさずやってきたことなので、そこはぶらさずにやりながら、個人としても結果を多く伸ばせるようにしたいです。と呼び名はもう9割ぐらいの人がKマンなので、Kマンでお願いします。その他お質問ある方いらっしゃいますでしょうか。事実報道もしますけど、カライチームでも丸山強化部長と違うと思いますけど、まあ、選手を取る上で、割合こう町田のカラーみたいなのって、毎年こう、まあしっかりした人間性だったり、何かこう、能力以外のことで何か こだわっていらっしゃる部分があるのかなというのが、そういう部分をお話しいただいたらと思うんですけど、いかがですか。小島さん、何か見てらっしゃるかよくお分かりだと思いますけども、非常にあの特徴的なあのスタイル、それはあのチームのために、まあ、自己犠牲というとちょっとネガティブかも分かりませんけども、チームのために、攻守にわたって戦うという姿勢を強く求める監督で、まあ、一体感あるというような表現があのぴったりのスタイルのチームだと思いますから、そういった中でやはりあのここで活躍してくれる大きな要素としては、そういったあのチームのために戦えるという観点で、まあ、そのパフォーマンスも、それからメンタリティのところも、そういった選手を中心に、まあ、どうしても声掛けをして、いることは事実ですけども、まあ、サーブされながらサッカーというのはね、あの正解はないので、まあ、いろんなあのタイプの皆さんに集まっていただいた方が、バリエーションも増えると思ってますので。ゼルビアはあの真面目に弁当しか取らないということでもないですけども、まあ、そういったあの見ていただけている通りであるのは、まあ、スタイルが、まあ、打ち出せているのかなと思います。その他ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、次はどうぞ。すみません、カライGMにあの天然芝の練習場の件で何かこの場で発表できることってありますか。すでに町田市ともう最後の詰めに来ておりまして、1月には着工し、3月中に完成するということで今あの運んでいるところです。ちょっと場所とかは今日はちょっとご勘弁いただきたいんですけども、もうすでにあのそういったところでやってますので、町田市の方から正式な発表があるのも本当に一両日中でもそういう勢いで今最後の詰めを行っておりますので、選手諸君にはキャンプから帰ってきたら出来上がってますというか、3月には使えますよということで楽しみにしていてねという話は本日させていただきました。はい、その他ございますでしょうか。内容ですね、質疑応答の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。この後、記念撮影の方に入らさせていただきます。今、ご準備しますので皆さん、